世界システム最大の結晶だったウォーデンクリフタワー、テスラタワーと呼ばれたこの巨大なタワーをロシアの物理学者が復元させようとしています。目に見えるものは目に見えないもの、今宵もこの世の真理を一緒に探求していきましょう。皆さんはウォーデンクリフタワーをご存知でしょうか。ウォーデンクリフタワーとはニコラ・テスラが世界システムを実現させるために建設された実験施設です。57メートルもあるこのタワーは無線通信やラジオ、さらには送電まで賄うことができるとされています。残念ながらこの計画は資金難で頓挫してしまいましたが、テスラの思考が最も詰まったとされる研究として有名です。タワーは1917年に解体されてしまいましたが、跡地にはテスラの業績が展示されているテスラサイエンスセンターが建てられています。テスラは地球の導電性を利用して無線での送電ができると考えていました。そのきっかけは1899年に行ったとある実験でした。無線が実用できる可能性を確かめようと、彼はロッキー山脈のふもとに大型テスラコイルを設置しました。そこで30万ヘルツ1億ボルトの電流を発生させて地球規模の無線通信ができるかどうかを確かめたのですが、その電流を観察しているととても特殊な電磁波を見つけてしまったのです。それは放電の電波と何らかのものと反射した電波が重なった低常波でした。低常波とは周波数の等しい2つ以上の波を重ねることで作られる波の一種です。波動実験機でその動きを見てみると、横に移動せずにただ揺れているのがわかります。テスラはその特性を利用して地球のエネルギーを無限に汲み取れるのではないかと考えました。常に一定の力を持つ電気を世界中に送ることができるようになれば、発電所を作る必要がなくなります。しかしそのためには連続する電波の発生が必要です。この電波は持続波といって、真空管を使えば簡単に作ることができるのですが、テスラが着手した当時はまだ真空管そのものがありませんでした。そのため世界システムの基盤は高周波発電機やテスラコイルをメインにせざるを得なかったのです。テスラが提唱した低常波を利用した共鳴は後にシューマン共鳴として認知されていきます。地球に存在する全てのエネルギーと共鳴しているわけですね。世界システムもまた地球エネルギーとの共鳴によってエネルギーを発生させることに重点を置いていました。ウォーデンクリフタワーはその最たる例なわけですが、結局実績を何一つ作れないまま終わってしまいました。ですがテスラが没した後、旧ソ連が第二のテスラタワーを作り上げていたことが分かったのです。ウォータースライダーのような管が3から4段ほど連なっているこのタワーは、旧ソ連の電気技術機関が1970年代に建設したものです。場所はモスクワに近い森の中で、高さは150メートルとウォーデンクリフタワーの2倍にあたる大きさを誇っています。なんと今でも運用できるそうで、主に放電実験や飛来実験などを行っていました。実はこのタワー 0.1 秒間だけですが、ロシア国内にある全ての原子力発電のパワーと同等の電気を放出できるのだとか。人工的な雷を発生させることができるので、事実上テスラの構想を実用化した唯一の施設と言っても良いでしょう。現在もタワーは運用されており、最近は航空機の落雷防護実験などで使われることが多いようです。その他の運用目的としては電磁パルスの武器化実験や放射線による影響の研究などで使われる意図があったのではないかと言われています。そんな中、またしてもロシアで21世紀のテスラタワーともいえる新たな無線送電システム開発が行われているといいます。2014年に発案されたこの計画はクラウドファンディングによって資金集めを行っていましたが、現在この計画の進捗状況は明らかになっていません。発案者はレオニード・プレハーノフという物理学者で、世界システムこそ究極の再生可能エネルギーだとしてテスラタワー建設へ向けた研究を進めてきたといいます。プレハーノフ氏によると、
現在考えられているテスラタワーは電子機器に何らかの影響をもたらすこともなければ人などの生命体に危険を及ぼすことはないそうです。それもそのはず、地球全域ではおよそ 1.8kA の電流が流れているのですが、地球表面に流れている電流はとても微弱であるため何らかの影響を与えることは考えられないからです。ウォーデンクリフタワーで使われたテスラコイルはかなりの高電圧電流を作り上げる代物です。プレハーノフ氏が言う電流の安全性はかえって無線送電を難しくさせるのではないでしょうか。それらを解決するのが電圧の負荷をコントロールする電荷積分器です。プレハーノフ氏はこれをタワー上部に取り付けることで表面全体の電圧が均一になると示唆しています。テスラが行った放電実験では裸眼で直視できるほどの大きな電流を生み出していました。確かにあれだけの電流を一気に放出するとなるとタワー周辺の安全性を簡単に保証することはできないですよね。こうすることで膨大な量の電気制御が事実上可能に、さらには電気を均一に分配することができるのです。しかしながら世界システム自体は本当に実現可能なのでしょうか。プレハーノフ氏が考案した21世紀のテスラタワーでは大量のソーラーパネルを設置することでより効率的な発電を促すことにつながるといいます。無線送電については専門家の間でも否定的な意見が少なからずあり、その中でも技術的な問題を懸念する声が上がっています。一番の問題は電波を広範囲に送受信できる技術があるのかについてです。ウォーデンクリフタワーでは内部のテスラコイルを低上波で共振させることで発電させますが、当時使用された電波は 150kHz の超波でした。超波は船舶や航空機の通信でよく使われていますが、送信装備が大規模になることから無線送電に適さないとみなされています。だからといって電波でエネルギーが作れないわけではありません。 JAXA では現在マイクロ波を使った無線送電システムの研究を行っています。これは宇宙で太陽光発電を行い、そこで作られた電力をマイクロ波に変換して地球に伝送するというものです。いわば宇宙のテスラタワーといったところでしょうか。プレハーノフ氏が考案するテスラタワーはヨーロッパにある砂漠地帯への建造を予定しています。世界中で消費される電力を賄うためには広大かつ太陽が隠れない場所へ建てる必要があるといいます。ちなみに世界の発電量は2022年でおよそ29,000TW、1990年はおよそ12,000TW なので、そこから1年ごとにグラフ化していくと、なんと32年間で2倍以上の電力が作られるようになったことがわかります。これらの量を世界各地へ届けるためには距離的な問題も発生するといいます。クラウドファウンディングが開始された2014年当時は電線を介して行う高電圧直流送電を行うことで世界各地への電力供給が可能とされました。しかし無線送電を行うには主要となる市街地から離れてしまっているため、今後の技術構築が課題となっています。テスラタワーに似た技術としてすでに実用化されているのがワイヤレス給電です。ワイヤレス給電には磁界共振方式という給電方式があります。送電側のコイルと受電側のコイルを共振させることで電流が発生し、そのまま流れる仕組みです。この方式は数メートルの距離でも給電できるメリットがあるのですが、距離が遠くなればなるほど伝送効率が下がってしまうデメリットがあります。改めてプレハーノフ氏のテスラタワーの問題点を見てみましょう。このタワーの発電方式は電解結合方式を採用しているそうです。この方式は2つの電極のうち片方の先端に静電荷を流して、もう一方の電極に集められた負電荷の動きとは反対に流れる電流を集めて使います。部品は電極と金属板さえあれば簡単に作れるのですが、電気にかかる電圧が増していくといきなり大電流を放出させる恐れがあります。しかしこのリスクは先ほども述べたように
原稼ぎ分岐を使ってコントロールすることが可能となります。それにしてもプレハーノフ氏はどうしてテスラタワー建設を進めようとしているのでしょうか。それは彼自身がニコラテスラのアイデアに共感していたからです。プレハーノフ氏は自らの手で世界システムを完成させるためにテスラの思考や哲学、アイデア、特許などを調べ尽くしてきたそうです。しかしテスラタワー自体の謎が未だ多く、有力な手がかりをつかむことはできなかったそうです。テスラが描いた無線送電システムをどのように実現させるかを考えた際、プレハーノフ氏は地球の共振と自然エネルギーに着目しました。テスラが定常波を帯びた電流を見てひらめいた時と同じように、地球自身が帯びている電磁波と自然エネルギーを組み合わせてみようと思いついたわけですね。その結果、プレハーノフ氏は砂漠にテスラタワーを設置して世界各地に電気を供給できるのではないかと考えたのです。 SDGs が叫ばれている今日、代替エネルギーの存在価値は日を追うごとにどんどん高まってきています。現代には太陽光発電や地熱発電などといった自然エネルギーを活用した発電技術があります。ニコラ・テスラが活躍した1900年代では近未来的すぎる構想だとされていても、これらの技術を応用すれば世界システムが実現できるかもしれないのです。旧ソ連が作ったテスラタワーに至っては人工稲妻を作ることが可能です。この技術を利用した飛来実験を行っているくらいですから、電気の魔術師のアイデアは今も世界中で根付いていると言っても過言ではありません。ウォーデンクリフタワーは郊外に設置されていました。しかし旧ソ連のテスラタワーは森の中にありますし、21世紀のテスラタワーは砂漠に設置されます。地球全体に電気を送るためには発電所を何もない広い場所に建てる必要があります。もし世界システムが完成したとするならば、発電所は一体どこに建てられるのでしょうか。それともマイクロ波を活用した太陽光発電システムのように発電所自体を宇宙に飛ばすのでしょうか。いずれにしろニコラ・テスラが残したアイデアはこれからの技術発展に役立ってくれています。